オーラは簡単に見えます。何でも簡単だと思うことが大事です。オーラは見えないと思わず、そんなの簡単だと思うことで感性が開いていきます。簡単だと言ってしまって、難しいと思わないようにします。怖いと思ってしまうと、見える感性を閉ざしてしまい、もったいないことになってしまうので、自分の力を生かしたいと思っている方は、気持ちの持ち方を変えてみましょう。また、霊は怖いと思っているかもしれませんが、霊というものは怖くはありません。私たちが道を歩いているとき、全員が怖いと思うわけではないのと同じように、霊の世界も怖いというのはほんの一握りで、普通は一般的な善良な霊なので怖がることはありません。だから怖いという気持ちを手放してください。見える感覚が開いてくると、その人に役立つ情報をもっと捉えられるようになり、それを伝えてあげることで、あ、役に立った、ありがとうと感謝されるようになり、生かすことができるようになります。また、自分自身にふわふわした感覚がある場合は、グラウンディングすることが大事です。ふわふわするというのは、地に足がついていない状態です。晴れた日に裸足で土の上を歩いてみたり、土いじりをする機会を作ってみたりしてください。ふわっと広がっているエネルギーをすっと地に下ろすことができます。そうすると安定感ができて、ふわふわしている感覚が外れてなくなっていきます。これはとても大事なことです。こうして自分のバランスを取りながら恐怖を手放し、見える感覚を生かしていこうとすると、いろんな形でチャンスがやってきます。ご自身の感覚を生かしていきたければ、これらのことを意識してみてください。